どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左引きの縁という漫画の原作者やってます。前回ノクターンというバンドの、ジョブズさんと、こんな感じでズーム会議させていただいて、発表の場がやっぱりバンドさん今コロナの影響でなくなってしまっているということで、その代わりといったらあれですけども、せっかくのご縁なので左引きの縁とコラボして PV を作って、それをとりあえずの、コロナが落ち着くまでのその発表の場の一つとして PV っていうのを一緒に作りませんかという、お話をさせていただきました。で、今回その話をYouTube でアップしたところ、それを見てくださった、映像作家アーティストの方が今回ぜひ協力させてくださいと言ってくださったので、今日はなんとその名乗り出てくださったクリエイターの方とジョブズさんと僕の3人でPV の打ち合わせをするという、全部その企画も、スタッフィングも全部この YouTube からきっかけで始まったという、ちょっと面白い、座組なので、せっかくなのでその打ち合わせもYouTube にしちゃおうということで、今日3人で打ち合わせします。なので、ちょっとどんな内容になるかまだわからないですけども、よかったら、この PV ができるまでの間も、ぜひ、楽しんで、見ていただけると嬉しいです。それでは、よろしくお願いします。はい。すいません、うちの娘がちょっと泣いちゃってたので、時間が。申し訳ない。それは泣き読むまで大変ですね。改めてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。清水さん、あれ、そこはアトリエですか？そうですね、アトリエ、4畳半アトリエ。ちょっとじゃあ、最初に、簡単に、清水さんの自己紹介をお願いしたいんですけど、よろしいでしょうか？はい、承知しました。元映像作家で、現在は絵画を中心とした美術家として活動してます、清水亮と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もともとその広告代理店とか、制作会社なのでクリエイティブディレクター5年半ほどやってまして、ちょうどその経験がですね、左利きのエレンの生々しい状況と酷似していて、すごいよ。俺はすごい漫画だなっていうことで僕注目していたところなんですね。ありがとうございます。はい、ちなみにここ必要ならカットしますけど、どこにいらっしゃったんですか？あ、いや、ネット系ですね。アイレップっていう博報堂系列の。ああ、そうなんですね。はい、これ、言わない方がいいですか？いや、別に問題ないと思いますけど。あ、わかりました。博報堂系列。すげえ。でも、博報堂系列の、やっぱ制作会社って、僕も知り合い何人かいるんですけど、本当にやっぱ忙しいですよね。そうですね。いわゆる本当に左利きのエレンの、世界みたいな今ジョブズさんの背中に柳が見張ってますね。これ怖いですね。僕だけ浮いてますよね、これあ、いやいや、ありがとうございますなんかこれは本当に僕個人的に聞きたいんですけど、はい、どうして辞めたんですか、まず。まずは2つあると思ってて、はい、1つ目がいわゆる広告の世界、広告の世界というかビジネスの世界、みんなそうだと思うんですけれども、漫画の中でもよく出てくる騙し騙されというか、その駆け引きみたいなところがあるじゃないですか。そういうのが非常に苦手だっていうところがまずあったんですね。だからプレゼンなんかもそういう意味ではうまくいかなかったりもしてたんで、そこら辺自分の限界を見つめてしまったのかなっていうのが一つと、はい、あとはその広告で、特に僕映像作家だったんで映像作ってたんですけれども、一人の意見ではなかなか通らないじゃないですか。そうですね。で、当然クライアントの意見も尊重しなきゃいけないしっていう意味で、なんとなくそれが純粋的に自分の作品じゃないなっていう気持ちになってきてしまったっていうことですね。自分一人の意見で自分一人の力で何か出来上がるようなものを作りたいなって思い始めて、その気持ちが大きくなってしまったんで絵画の方に行ったっていう形ですかね。なるほど。なるほど。それでもめちゃくちゃわかります。僕もやめたのが業界辞めたのが9年目ぐらいだったんで、社会人歴9年だと、業界によってはなんか、もう一人前な、そうですよね、ますけど、
やっぱ広告業界だと上がもうすごい詰まってるから、それでもやっぱりまだ下っ端っていうか、うん、まあまあ、よくて中堅ぐらいだったんで、やっぱり、これ俺の仕事って心から言えるのがなかなか作れなかったっていうか、うん、なんかそれがね、積み重なっていくと、なんか、なんだろうな、アーティストとかそのクリエイター、本当に一般の人が思うクリエイターとしての、なんか、心と、かなり乖離してくるのがすごい分かって、まあ、平たく言うとね、なんかね、クリエイターとしての自尊心が傷ついていくっていうか、なんか、そういうのは確かに ありますよね。その後、じゃあ、会社員を辞められて、うん、アーティストっていう形で活動、はいはい、もうその後すぐそうアーティストっていう形になったんですか？まあ、社会人しながらもやってた活動なんで、あ、なるほどですね。みたいな形だったんですけど、うん、まあ、ついぞ辞めてみて、はい、さあ、乗り出していくぞっていうところでコロナですよね。あ、じゃあ割と、あ、そうなんですね。じゃあ割と最近です。最近なんだ。今年、そうだったんですね。じゃあまあ、くしくもそのコロナとともにその活動をどうしようかなって今考えてる。非常に重要な年になってしまいました。そうですね、2020年コロナの年になってしまいましたけど。そうかそうか、そうだったんですね。なるほど。長く働かれてるっていうか、その活動されてるのかと思ってました、僕も。はい、僕は絵画としては2018年だから2年ぐらいしか活動してないですね。あ、そうなんですね。その前ずっとその映像作家としてフリーランスでやっていたような形なので。ああ、はい、今回はあれですね、その映像作家時代の、そうですね、経験を今回力を貸していただくという形で、ジョブズさんの PV を作ってもらうっていう感じで、よろしくお願いします。お願いします。まあ、前回そのジョブズさんのインタビュー、こんな感じでやらせてもらって、そこでじゃあ一緒に PV を作りましょうという感じになったんですけど、普通にその YouTube 動画を見てくださった清水さんがメールくださったじゃないですか。はい。あれ、自分からその言ってくださるってすごいありがたいなと思って。そうですか。なんか、なんで反応してくださったのかなっていう、そのどこに共感してもらったのかとか、やってくださるそのきっかけみたいなのをちょっとお伺いしてもいいですか？確かに聞きたいです。いや、なんでしょうね。僕やっぱり映像作家時代はプロモーションビデオがメインだったっていうこともあったので、うん、どちらかというと得意分野なのかなと。あ、そうなんですね。思ったところです。なるほどなるほど。よくその漫画のコマをつないでとかそういうこともやってましたし、多分イメージに近いようなことができるんじゃないかなっていうことですね。もう多分ドンピシャだと思います、今回。うん、はい、ありがとうございます。じゃあなんかこの PV を作るにあたって、そのカッピーさんとかジョブズさんが世の中に何か投げかけられたらいいようなものってありますかね？あ、ジョブズさんどうですか？あ、でも僕のその音楽理念として、その苦しんだ、誰も自分のことは分からないけど、自分のことも分からないし、人のことも分からないからこそ、分かり合おうっていう、分かり合おうと努力しようっていうことをこう心に持って動いてるので、うん、なんかそういうのがちょっとこう伝わればいいなとは思ってます。なるほど、なるほど。どうしても分かり合えない部分、他人なので、どんなに距離が近くても他人なので、分かり合えないところはあると思うんですけど、まあ、だからこそ、でもそこで諦めないで、それでも分かろうとするっていうところに、この美しさであったりとか、そのすごい優しさであったりとかっていうのをこう感じられると思うんで、なんかそこが伝わればいいなとは思ってます。なるほど。多分ちょっとその、ここからその、PV のコラボレーションのその内容の話にちょっとなっていくと思うんですけど、はい。まあ、そもそもそのプロモーションビデオにその既存のキャラクターとかなんかコンテンツをミックスさせるって手法は多分いっぱいあるじゃないですか、世の中に。で、まあ、もっと言うとそのテレビ CM とかでもその既存のアニメのキャラクターとか起用することってまあ多いと思うんですけど、日清のカップヌードルとか、まあ、ワンピースとやってたりすると思うんですけど、なんか
結局その、まあ、あの清水さんも今回その広告畑にいらっしゃったということで、その辺はすごいあの分かってくださると思うんですけど、そのコンテンツを使うことで、そのなんだろうな、そのやっぱりその共通する部分をこうピックアップするっていうか、うん、だから今回で言うと、ノクターンさんの、その今のジョブさんの思いと、多分左利きのエレンがすごいリンクする部分が結構あると思って、うん、多分そこが今回、コラボどころというか、そこを多分ググッとフューチャーすると、お互いにとってものすごい合う、化学反応が起こせると思うんですよね。うんで、だから そもそもだからまあ当たり前ですけど、僕がそのジョブズさんに PV にしちゃいましょうかって言ったきっかけも、音楽聴いた時にこれちょっとエレンっぽいよねって勝手に思ったからね。なるほど。だから多分ね、まず第一段階としては、もうすごいアホみたいなこと言うけど、左弾きのエレンのコマとノクターンの音楽が乗るだけで、多分そこでまず第一段階は成功だと思うんですよ。うん、もうそれだけで。だから変な話、スライドショーでもまず意味がなんか発生するというか、スライドショーを流してて、そこに音楽乗せるだけでも、多分なんか相乗効果がまずそもそもあると思うんですよ。うん、でもそこからさらにどこのシーンをどこの歌詞に当てるかとか、なんか多分そういうところで、多分それがなんか倍になっていくっていう感じだと思うんですよね。うん、だから多分ね、そもそも合ってるとは思うっていう感じです。なるほど。なるほど。今回その話がちょっとぶっ飛んじゃいましたけれども、そのハイドランジアっていう曲を使わせていただこうっていう話になってたんです。あ、はいはい。で、その歌詞をお聞きしていて、僕はどっちかというと、繋がらなかった絆を描きたかったのかなって思ったんですね。で、さっきジョーズちゃんがおっしゃっていた、はい、自分と他人っていう、その、うん、相入れないところがあるけれどもっていう話があるじゃないですか。はい、それって、確かに、なんていうんですかね、今このコロナで起こってる分断って言いますか、今、分断っていう言葉で表していいのかわかんないんですけども、みんな家にいよう、はい。で、家にいて、そうだ、ちょうど よかったのが、カッピーさんのユニセフのコラボ。ああ、そうですよね。あれ、すごい良かったなと思って。ありがとうございます、はい。ワンチームだって言っちゃうんですけれども、そのワンチームに結構集約されてると思っていて、分断されて、みんなが他人を避けて疑心暗鬼になっちゃうところを、もう一回絆を大切につながり合わせてワンチームでいようよ、みたいなところが、なんかちょうどハイドランジアにも、あるのかなって思ったんですね。とてもいい選曲で、その左利きのエレンとのタイアップも非常にいいものになりそうな気がして、僕は楽しみです。よかったです。いやー、選曲は結構困りました。もう選曲に関してはやっぱり一番分かってるジョブさんにお願いしたいなと思って。結構もう丸投げしちゃったんですけど、はい、結果的にすごいいい曲を選んでくださって、うん、ありがとうございます。いやー、こちらこそありがとうございます。いや、よかったな。確かにそうですね、そのつながり、もう今、まあ、ステイホームで、こう、家にいて、物理的にもつながれてないし、で、インターネットが普及して、まあ、遠隔ではつながってますけど、多分心の距離とか、かなりこう離れてきてしまってるのかなっていうのは思っていて、まあ例えば、まあ、ツイッターとかもそうですけど、ネットだとやっぱりこうある意見がとある意見がこう常にぶつかり合って、それでまあリツイート数とかすごく多くなって、いろんな人の意見がどっちも取れるでしょっていうのがこうずっと戦い合ってて、こう摩耗してしまってる人とかもかなりいると思うんですね。だからそこでこうふと元にも原点に立ち返って、じゃあ分かり合うってどういうことだったんだろうみたいなところが出るといいなって思います。なるほど、はい、楽しみです。ありがとうございます。はい、そうですね。じゃあちょっと具体的に進め方の話をさせていただきます。はいはい。で、多分っていうか、まあ、漫画の
画像が必要じゃないですか。そうですね。それは、多分大、主営者に言えば、多分画像をまるっと送ってもらえると思うんですけど、うん、どうしましょう、その、丸ごともらっとくか、それともな、こっちでこのコマ、このコマって指定した方が、どっちが早いですかね。早さで言うと、やっぱりカッピーさんの方で指定していただいた方が早いと思いますね。あ、なるほど、なるほど、そうか。そうか。一応、前巻読ませていただいてますけど、そこから読み解き始めると、作者の方の方が早いと思いますし。なるほど、そっか。小話して、小話して、結構ね、そうだよな、そうですよね。どうしようかな。歌詞を、音楽を聴きながら、肥大式セレンをとりあえず今出てる巻をパラパラめくりながら、はい、なんか引っかかったコマを、写メで送るとかね、どうしよう、ね、あ、いや、いいと思います。それでもいいのかな、二度手前になんないかな、大丈夫かな。いや、それでもいいと思いますよ。やっぱり一番重要なのは、その、カッピーさんの作者としての選択眼というか、うん、このコマを届けて PV にしたいっていう、まあもちろん意図的なところがあんまり含まれてなかったとしても、その直感だとしても、なんかカッピーさんらしさがあった方がいいと思うんで。なるほど、なるほど。じゃあ、わかりました。じゃあ、それを一回、単行本の写メを、はい、皆さんの LINE グループに送らせてもらって、はい、仮でつないで、うん、それを集英社さんに見ていただいて本茶のコマをもらうとかにします。そうしますか。うん、うん、なるほど。だから、仮でつなぐっていうのはそのもう全然動かさないってことですよね。この歌詞にこの画像を当てるぐらいの、いわゆるその基本的にはどこのカットを使いたいかっていうのを集英社さんに伝える用の。はいはいはい。あ、わ、うん、かりました。じゃあ、まあ、動画コンテみたいな感じですよね。そうですね、そうですね。はい。わかりました。じゃあ、了解です。それを一回、じゃあ、やります。はい。じゃあ、それを、はい、キャプチャーを、じゃあ、清水さんに送って、それを動画コンテとして繋いでもらって、それを主演者に確認するっていう流れですね。わかりました。なるほど。なんか、ジョブズさん的に、はい、この時期に出せたらいいなみたいなのってありますか？まあ、自粛中に出せれば。まあね、でもなんかその悲しいけど、それに関しては結構しばらく大丈夫そうだなって悲しいってるから、ねえ、マジでどうなんだろうね。7月とかってどうなってんだろうね。いやー、ちょっと全然先見えないですよね。マジでわかんないっすね。はい。やばいっすね。やばいっすね。なんか7月に自粛が明けてるって聞いても、あ、そうなんだって感じだし、うん、来年の7月まで自粛開けないって言われてもなんか、そうなんだって。なんかマジでわかんなすぎて。うん、まあ、あと、どこまでその解除されるかですよね。そうですね。通常の、まあ、普通にそのライブ運営とかそういうのは密だからダメって言われちゃったりすると、うん、まあ変わらないかなっていう。なんか、その、ちょっと悲しい予想だけど、はい。クラブとかを、はい、ライブハウスが復活するのは、なんかその順序的にはなんか後の方な気はしますけど、なんか、ねえ、どうそれをね、なんか、受け取ったらいいか、難しいところではあるけど、まあね、ちょっとライブハウスとかの方を考え始めると、いろいろ思うところはあるけど、まあ少なくてもその、まあ、ミュージシャンとしての活動はやっぱね続けられることがあると思うので、うん、はいはい、うん、ね、それをねやっていくしかないと思うんですけど、なんかオンラインとかで活動していこうってノクターンさん思ってたりするんですか？あ、一応まあ、あれですけど、ツイキャスとか、はいはい、そういったのでこうリアルタイムで、まあ、家で今の家でしかできないんですけど、うん、弾き語りをこう実際見てもらって、お客さんと、まあ、軽いそのネット上の対話をするとか、そういうのは最近もちょっとやってたりします。うん、はい、でももうそのぐらいですね。あとはもう家で音源を作る、うん、音源も今までその
レコーディングスタジオで、レコーディングスタジオの方と一緒にこう、まあ、それこそ狭い空間でこう撮ってやってたんですけど、今そこまで行けないので、そうですね、こう家で新しく作る環境を今構築しているところだったりしてますね、はい、設備投資が大変ですね。いや本当そうなんですよ、そうなんですよ。なんかあの昨日ちょうどね、あの僕もなんか音楽詳しくないけど好きなんで、うん、あのクラブハウスの経営者の方のブログとか昨日実は読んでて、はい、よくねそのライブハウスとかイベント会場は使えないんだったらみんななんかその配信でやればいいじゃないかって言うじゃないですか、人は、うん、あのだから飲食店の人もなんかテイクアウトやればいいじゃないかってみんな簡単に言うんだけど、そのそもそもね、そのテイクアウトとか配信ってそもそも利益率低いっていうか、そうですよね、利益が低いし、しかもそれをやろうとするとすげえ実はまあまあなお金かかるっていうか、その配信も配信設備とか整えるのになんか まずお金がかかるから、やっぱりね、そのやっぱ知らない業界の外から見るとなんかあの生き残る方法はいくらでもあるじゃないかみたいなことをね、なんかあのすげえ言ってくる人が多分いると思うんだけど、多分ね、その業界にいる人しか分かんない大変さがあって、なかなかね、あの新しい選択肢を、うん、そんなになんか潤沢には選べないっていうか、うん、ドクターンさんってあの、はい、ライブハウスじゃないとあの演奏できないですか？あの要は、例えば飲食店とか、あカフェとかでやったりしませんか？さすがにできないか。弾き語り、アコギとかの弾き語りはあのカフェでやったりとかも経験はあります。ああ、なるほど、うん、なんか別になんかこれはあのなんか PV 作ろうほど美味しい話じゃないけど、あの、はい、なんかあの知り合い そのカフェとかが あって、そこであのよく僕の友達があのあの弾き語りであのライブとかやってるんですけど、なんかそういうところでもぜひ招待したいなと思って、お呼びいただきたい。あのなんかね、そう、最初になんかこのコロナの影響で活動の場を失ったアーティストの方で募ってメール送ってもらった時に、皆さんにあの聞いた質問で、終わったらなんかみんなでなんかイベント展覧会やりたいですみたいな、あれ すごくて、結構ね50人ぐらいの方が連絡くださったんですけど、うん、終わったら展覧会やりませんか、よかったらっていう質問に対してイエスが 100% だったんですよ。へぇ、あれイエスしか選択肢なかったらそういうことじゃないよね。いや多分大丈夫です、岡本さんとありますみたいな感じかと思ったけど大丈夫です。だから本当になんか皆さんこの前向きに言ってくださったんで、うん、なんだかの形でそのあのね、イベントとかやりたいですよね。うん、いや絶対面白いですね、やったら。そうですね、単純に、うん、やっぱこの今回 あのジョブズさんとも清水さんともまだオンラインでしかお会いしてない人と会いたいっていうのもあるし、なんか、うん、終わったら、うん、なんか考えます、なんかでいいか。おー、じゃあちょっとごめんなさい、話戻して時期の話なんですけど、はい、まあ、はい、なんか決めないと多分、うん、みんなにとって良くないと思うんで、なんとなく決めさせてもらってもいいですか？じゃあ、はい、完成目標だから清水さんはこっから大変なのが清水さんだと思うので、例えばそのスケジュール一応決めさせてもらって、それに対して早く画像送ってくんなきゃ困るよっていうのを教えてください。はい、わかりました。スケジュールを見てます。なので、例えばちょっとごめんなさい、動画 のこういった PV のスケジュール感がまだ僕はっきり分かってないですけど、うん、7月の上旬とかってどうですか、完成目標。全然楽勝だと思います。あ、本当ですか？ええ。なんか次 の左引き命令の13巻が多分7月に出ると思うので、それに合わせられたらすげえ僕は嬉しいなと思って。なるほど。だとすると、例えば6月30日までとかを目標にするとかどうですかね。そうですね、どうしましょうか。ありがとうございます。じゃあ、エレンの新刊発売予定の7月上旬を目指して、
それが三重の日。うん。じゃあ、まず最初のステップとしては、僕が、漫画の画像を、選んで送るという感じでよろしいでしょうか。はい。はい。わかりました。じゃあ、そんな感じで進めていきましょうか。はい。はい。お願いします。ありがとうございます。わかりました。これも YouTube 上がるんでしたっけ？ YouTube に上げようかなと思ってます。あ、わかりました。はい。このね、この生々しい感じを。相当生々しいですね。相当生々しい。これだから、そう、僕、こういう打ち合わせとかもそうだし、あとインタビューとかも受けるときに、なんかそういうの全部動画もらっとこうかなと思って。もう多分、見るし、なんか需要は少ないけど、多分、一部の需要があると思うんで、このなんか、こういう打ち合わせってどんな感じなんだろうって知りたいマニアックな人が多分いるかもしれないので、そのためにちょっとアップしていこうかなと思います。はい、前もありましたもんね、デザイナーに発注するってやつがありました。ああいうのが意外と、あれもなんかね、本当、一部の人にヒットしたんで、その一部を狙っていこうかなと思ってます。なるほど。そんな感じで、じゃあ、これまた動画にするんで、はい、そちらも、はい、拡散してもらえると、拡散というか、はい、そうですね、周りの人に、はい、始めてください。広めます。わかりました。じゃあ、そんな感じで、はい。はい、また、わかりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。皆さんお気をつけて。はい。はい、また、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。